どうもー、やってまいりました。新しい企画、はい、新しい企画で新しい試みですね。まあ、今回のテーマ、秘密というテーマでお伝えしたいと思います。秘密、はい。今回ですね、まあ、いつも僕セミナーをよくやるんですけれども、ワークショップっていうのをやります。ワークショップ、多分ワークショップ初めてちゃうかなっていう。ワークショップ知ってますよね。より実践型で、よりその一緒に学ぶみたいなワークショップです。セミナーの場合は僕とかがブワー喋って、まあ聞いてるだけっていうのがほとんどなんですけれども、このワークショップも参加型、実際に、もちろんノウハウとかいろいろ聞くんですけど、それを自分でその考えてっていう、その時間を設けます。で、一緒にやっていくっていうワークショップやります。はい、はい。まあ、それの番宣動画、いつも通り作っていくんですけれども、まあ、今回テーマ秘密、まあ、なぜ秘密にしたかっていうと、実はですね、このいつもここ僕鹿児島に本当は事務所あるんですけれども、本当は鹿児島に事務所あるんですけど、この秘密基地にいつもほぼてかここ直近ずっと秘密基地でずっと地下に潜ってんじゃねえかなっていう、カイジじゃねえかなと地下帝国でございます、はい。まあ、この秘密基地を作ったチョコさんっていう人がいてるんですね。チョコさん、まあ、僕の、動画とか、これチョコさんはですね、ドリームアカデミアの、講師として、まあ、講義の方もこの前提供していただいたんですけど、まあ、チョコさんっていう方がいます。で、多分チョコさんと以前ですね、チョコスティックパン男物語のなんとかセミナーっていうのを2回ぐらいやったんですよ。で、多分1年か2年ぶりにチョコさんと一緒に今回ワークショップっていうのをやります。はい、チョコさんとワークショップっていうのをやります。はい、で、まあ、チョコさんって誰やねんって話じゃないですか。人間かと、人間です、はい。で、まあ、この秘密基地、チョコさんはですね、まあ、今いろんな事業をやられてるんですけれども、まあ、これはちょっと言っちゃいけないな。まあ、さっきもですね、いろいろこう、さっきというか今日もなんか、まあ、丸々億円みたいな話を電話でしてるわけですよ。だから今チョコさんは、最初ね、チョコさんは、なんだ、まあ簡単に説明すると、僕がなんでチョコさんっていうあだ名をつけたかっていうと、水道ガス電気止まる家賃滞納、わかります？本当に、でこれわら、これ多分今聞いた、今チョコさんを知ってる人は多分絶対嘘だろうっていうかもしれないんですけど、これ本当の話みたいなんですけど、公園にですよ、公園にポリタンク持って、水道止まってるから公園にポリタンク持って水汲みに行ってたんですよ。ほんと極限というか、もうやばい状態だったわけですよ。てか、この動画見られてる方で家賃まず滞納してます、水道とガス電気止まってます、っていう人いてます。で、なんでチョコさんでついたかっていうと、食事がですね、食事がコンビニにあるチョコスティックパンっていうのがあるんですね。それの7本入りの1本を1日1食っていう人、今動画見てる人いてます？チョコさんはその状態からインターネットビジネスに出会って、まずブログを始めました。アメブロですね。で、ブログで記事を書いて、で、アクセス集まって、メルマガやって、リストを集めて、ブログからリストを集めて、メルマガアフィリエイトをやって稼げるようになって、その稼げる内容をコンサルしてっていう感じで、ネットビジネスから入って、まあ、キャッシュを作ってって、今は何をやってるかっていうと、もうほぼ電話か、LINE のメッセージ、 Facebook メッセージしかやってないです。電話と Facebook のメッセンジャーと LINE のメッセージで何億っていうお金を動かしてますっていう仕事をこうやったりとかしてます。うん、今はね、今はで、そういうネットビジネス系の、細かいやつに関しては、スタッフさんとかね、そういう一緒にやってる人に下ろしてます。まあ、そんな感じです。
だからめちゃめちゃすごい人なんですよ。まあで今回、まあ、チョコさんを知らないとは分かんないですけど、僕まあ一緒にこう仕事させてもらっていつも思うことが、これねマジでチョコさんの脳みそがやばい、脳みそがやばいと言ったら語弊があるかもしれないですけど、すごいんですよ。考え方がすごいです。やっぱなもちろんそのなんだそのすごい、生活の状態があったわけですよ。で今まあ成功してタワーマンとか住んでて、まあ、車もまあ何台も持ってるわけですよね。昔はその状況下だったんですよ。でここ3年か4年ぐらいでねタワーマンに住めるようになってね、車も何台も持ってるわけですよ。で事務所も秘密基地みたいな、こんなねあのファンキーな事務所も作っちゃいましたけどね、そこからこのなんかバーンっていったわけですよ。これね僕いつも思うことが、あこの人はまあまあそうなるだろうなというか、まあ聞いてると そうだなと思います。このチョコさんの考え方をね、チョコさんの脳ですね、まあこれは本当に僕はほぼ結構接触してるんで、一緒にご飯食べたりとか一緒に話をしたりとか一緒にビジネスの話をしてるんで、もう触れてるわけですよ。だからあすげえなと、やっぱ考え、僕が持ってない、僕が考えない内容、僕が思いつかないこと、僕の、もっと上の考え方、まあ経営者思考っていうのもあるんで、僕はもう経営無理なんで個人でやってるんですけどね。チョコさんはね考え方がすごいです。もう成功なぜしたのか、あまあそれするよねと、その考え方があればするよねと。で たまたまなぜ昔失敗したかっていうとね、なぜ昔失敗したかっていうと、自分が好きなことを事業にして、これは俺好きだから仕事にしてみようっつって事業にして独立したんですよ。これは俺が好きだと、じゃあこれを仕事にしようっていうことで仕事したんですね。だけどその自分が好きなことを仕事にしてやった結果、その事業がうまくいかず、もう火の車、もう全然売り上げ立たなくなっちゃって火の車になっちゃったわけですよ。だからそういう状態になっちゃったんですね。でたまたまその時に、まあ、ネットビジネスっていうのに出会って、まあ、ここにそのハマったっていう、バンみたいなハマったっていう、こっちのリアルはうまくいかなかったけどね、こっちのネットはもううまくいったということなんですけど、今回そのワークショップで、参加していただいた方に伝えたいこと、まあまあ、のレターにも書いてます。この YouTube の下にレターの載けてますけど、レターにも書いてますけど、この秘密って何なのかっていうと、稼いでる人の考え方はこの脳なんですね。わかります？稼いでる人の脳です。もしこの動画見られてる方でなかなかうまく結果出ないなとか稼げてないなって思ってるんだったら、このね稼いでる人の脳の中身を見てください。マジですごいです。まあ、これは本当にねチョコさんを詳しく知らない人じゃないとちょっとすいませんうまく伝えられないと思いますよ。だってチョコさん言うてるわけですから、チョコさんって誰やねんって話じゃないですか。でもこれは本当にすごいです。僕はすごいと思います。なぜならば直接こう一緒に ビジネスしたり話してるんで。で今回そのチョコさんっていう方はですね、顔出しできないし顔出ししてません。で本名も出してません。ネット上で本名も出してない、顔も出してません。だけどですよ、本名も出してない、顔も出してないのに、Facebook も全部偽名なんですね。ペンネーム。で、顔も出してない。そんな Facebook だけど、その Facebook を使って人脈めっちゃ作ってるんですよ。すごくないですか？普通に考えてありえます？顔出ししてないですよ。本名出してないですよ。だけど、その Facebook で人脈めちゃめちゃ作って、そこでね大きいプロジェクトとか大きい仕事をこうやったりとかしたりとかするわけですよ。すごくないですか？普通じゃできないですよね。だ今回ですね、そのワークショップでそのチョコさんが特別講師としてどうすれば成功できるのかっていうことだったりとか、自分がどうやってこう稼いできたのか、で稼ぐ上で何が必要なのか、何をやらなければいけないのかっていうところをめっちゃ掘って話してくれます。もちろん僕も話します。もちろん僕も話しますよ。まあプラスチョコさんもお話ししてくれます。
はい、であと、まあ、これレターにも書いてるんですけど、本当にねチョコさんの話を聞けるっていう機会はあんまないんですよ、一般の方が。だからこれマジでチャンスだと思います。でチョコさんがこれレターにも書きましたけど、単独でセミナーをやる場合は最低5万円からしかやんないんですよ、うん、で僕はね、お値段以上吉谷みたいな感じでいつもねリーズナブルな価格で一応提供させていただいてるので、まあ、僕とタイアップということで、まあ、今回の参加費もお安くさせていただきました。3000円です。これね参加した方がいいと思うんですけどね、参加した方がいいと思うんですけどね。だってあの僕もセミナー、このセミナーいいですから来てくださいっていうことはいつも言います。この前の栃木セミナーね、いいから来てくださいっていうことも言いましたし、今映像も販売してますよ。で今回来た方がいい理由は、まず僕がいつもやってる映像販売ね一切ありません。だからワークショップに来ないとまずチョコさんの話が聞けないです。映像が表に出ることはないので、顔出しができない人なんで映像販売ありません、はい、一応カメラは回しますけれども映像は絶対販売しません、映像販売しません。だからまあここのワークショップに来ないとまあ聞けないと。でプラスセミナーと今回違う点が、ただ聞くだけじゃないんですよ、まあ、今回のコンセプトとしてはそのワークショップに参加していただいて、そのいつもはこう聞いて、あすごいこと聞いたなで書いて くれるわけなんですけれども、もうそのセミナー中に、あセミナーじゃない、すみません、ワークショップ中にね参加していただいた方の、この成功マップを作っちゃおうと。何をやればうまくいくのか、何をやれば稼げるのかっていうこのマップを作るってことですね。まあルート的なロードマップです。ロードマップを作るっていう、ロードマップ、ほとんどの人は例えばこれゴールじゃないですか。まあこの前もね、 僕の LINE アットに登録していただいている方からですねお問い合わせいただいて、いや吉谷さんと今まで詐欺にあってどうのこうのっていうご質問をこういただいて、まあもちろんその前からもずっともう今までいただいてますけど、稼ぎたいっていうのがゴールあるじゃないですか。じゃあこれスタートですね。吉谷さん初心者なんですけどみたいな、稼ぎたいです、ね、ほとんどの人がどういうふうにいくと、みたいな、わかります？こっちがいい、あっちがいい、こっちがいい、あっちがいい、お金なくなったみたいなね、もういけてないっていう、わかります？マジでこんな人めっちゃ多いですからね。ここがゴールでこう稼ぎたい言うてるんですけど、これがいい、これがいいぞ、こっちが稼げるぞ、こっちがいいぞ、こっちがいいぞ、買う、ああ挟むみたいな、まあ、みんなこんな感じなわけですよ。で今回ワークショップに参加していただくと、ババババーン、ポポポーンみたいな感じになるわけです。わかります？ここの道筋をもう作ってあげるってことです。ワークしながら一緒にこういうふうにやればいいんじゃないですかっていうところを作るってことです。だから参加すると自分が何をやってどういうふうにやればうまくいくのかっていうマップ、ロードができるわけです。最短ルートが、だからもうこうやれば稼げるっていう、ここ道ができるだけですから、あとはここを歩いていくのか、それともダッシュで行くのか、もしくは車で行くのか、いやもしくは飛行機で行くのか、もしくはリニアモーターまだ出てないですね、リニアモーターが。とりあえずここができれば何で行くかは自由なんですよ。何で行くかは自由なんです。歩いて行ってもたどれますよね。でもこれ歩いても飛行機でも無理じゃないですか、墜落しますよね。歩いても車でも電車でも新幹線でも絶対無理じゃないですか、これだったら。でもこれだったら歩いても到達できるし、車に乗っても到達できるし、飛行機でも到達できるし、何でもこうマップがあれば行けますよねっていうものを作ります。であとはワークショップを終えてからうわーっと走るのか、ブーンみたいなね車で行くのか、それは自由なんですけれども、これを作れます。はい、
だからまあ参加していただいたい、いただいたい方はですね、もうこの状態になってる人絶対来た方がいいです。この状態になってる人絶対に来た方がいい、絶対に、うん、だこの状態になってる、この状態になってるってことはこの状態にまたなりやすい傾向があります。でもう一つ掘って言うんですけれども、この状態になってる人の悪いポイント、ここでちょっとお伝えしておきましょう。このもしこの状態になってるんだったら、これはですね、あのインターネットの情報、まあ僕もインターネットで情報を発信してるんですけど、リアルで情報をキャッチしてない人が非常に多いです。リアルで、リアルで情報をキャッチしてない人が非常に多いです。例えばメルマガを見て、でそれで本当にそれがいいのかな、例えばプロダクトローンチの動画を見て本当にいいのかな、決済みたいな、そして高額商品みたいな、もうこれ言ってる人は大体そうですよ。これね、じゃあまあ一ついつも結構言うことがあるんですけど、一つ事例を挙げましょう。なぜねリアルにこうワークショップとかセミナーに参加した方がいいのか、その理由をちょっと説明します。でほとんどこのパティになってる人っていうのはネット上の情報で右往左往してるんです。ネット上の情報でこれがいいのかな、この、検索して、こうたたき屋アフィリエイトのサイトのブログ行った、これやっぱ詐欺なのかなみたいな、大丈夫かなみたいな、でもこの動画、この動画で泣いてるしな、この人、この人泣いてるし今度は大丈夫だろうみたいな、この人めっちゃなんか熱く語って泣いとるぞみたいな、おこれだったらなんとかしてくれるかもしれないみたいなね、なんかネットの情報で決済してるんですよ高額な商品をね。まあそれがね、安ければまあまあまあ痛手はないかもしれないですけど、それが高いと痛手でしょマイナス3、じゃあ僕、じゃあ今回ワークショップ3000円ですよ。じゃあ3000円のマイナスなのかね、30万50万100万のマイナスなのか、100万マイナススタートなのか3000円マイナススタートなのか、どっちがいいですか。まあ僕騙す気はないですけどね。どうですか、100万円とか払っちゃったら100万円マイナスからスタートですよ。それをまず回収しないといけないですからね。でじゃあまあ一つ事例を挙げるならば、まあこれもたまによく話すんですけど、あの本当ね、これウィキペディアにも出てます。あの孫正義さんが高校時代にですね、俺は成功したいな、これから何やれば成功できるんだっていうのを、もう普通すともう煮え切ってたわけですよ、煮立ってたわけですね。で孫正義さんは何をやったかっていうと、当時マクドナルドを日本に持ってきた、ね、藤田伝さんっていう人のところに、こうピンポンしに行くわけですよ、アポなしで。俺は成功したいんだと、みたいな感じで突撃ピンポンをしに行くわけですね。そうで、まあもちろんアポなしですから断られるわけですよ。それでも孫正義さんはですね、めげずにピンポンをするわけです。でそうするとなんか そういう中でなんかその面白い子がいてるぞということで上につながって会えることになったわけですよね、アポなしで。でその時に藤田伝さんと孫さんがこう会って、藤田伝さんがこれからは絶対インターネットソフトの時代が来ると、ネットだということを孫さんに言って、分かりましたと。で孫さんはそこから渡米をして、まあ、ソフトバンクっていうまあ会社そのうちのうちのうち作って、でそれが大きくなって、パソコンとかソフトウェアの会社を作ります。で作った後、大きくなった後、その藤田伝さんがそのソフトバンクからパソコンを注文するっていう有名な話があるんですね。じゃあこの成功したプロセスの中に孫さんは何をやったのかっていうことなんですよ。でもちろん昔はインターネットがなかったんであれなんですけど、成功してる人に会いに行ったっていう、直接会いに行ったっていうこのプロセスが実は大事なんです。生の話を聞きに行ったっていう、うまくいってない人はね、その生の話をね自らの足でね稼いでないんですよ。わかります？自分よく足で稼げっていう言葉聞いたことないですか？ね、この人たちって正直ね稼げないんですよ。足ですら稼げてないんですから。もう一度言いますね。足ですら稼げてないんですよ。足使いましょう。まあ確かに面倒くさいかもしれないんですけど、正直こうなりますよ。
本当足で稼ぐ、これが間違いないです。超原始的ですけど、超確率的に高い方法です。足で稼ぐ、初心者でも稼げますか、足でまず稼いでくださいって。初心者でも稼げますか、まず足で稼いでくださいと、っていう話なんですね。だから僕もね、今回その栃木セミナーもやりました、この前ね。で、映像も今直近で販売してますけどね、セミナー参加した人がまたセミナー映像買ってますからね、めちゃくちゃ良かったみたいな。で、今日もね、新しくそのセミナー参加者の方から動画送られてきたんですけど、いや吉谷さん、あのセミナーマジで良かったと。まあ、これはもうビジネスというよりかはどっかの会社の社員研修の動画にした方がいいんじゃねえかって言われましたから。だからそれは実際に僕の生のセミナーに参加したからそれが分かるわけですよね。まあ参加したからです。で、今回も参加しなければ分かんないです。で、先ほども言った通り、今回のワークショップっていうのはね、動画販売はしません。いつも僕してますけれども、結構ワークショップの動画販売は一切しません。なぜならばチョコさんのが顔出しできない人なんで、まあ販売できないですね。はい、だからまあ来た人しかこの内容が触れられないし、本物の人、本当にガチですからね。この動画見られてる方で公園にポリタンクで水汲みに行ってます？チョコスティックパンの1本チョコスティックパン1日1本しか食えませんっていう経済状況の人言ってます？そっからですよ。そっから今電話1本で何億だの話してるわけですよ、今日もね。その人に会って、その人がどういうふうなことを考えてどういうふうにやってきたのか、その考え方プロセスって聞くことも大事だと思いますし、まあ、今回のワークショップでは自分が何をやってどのようにすれば成功までの道筋ができるのかっていう、その道筋を作ってくれますから、チョコさんも含めて僕もやりますけれども、これはねめちゃくちゃいいんじゃないかなと思います。まあ、この状態になってる人は本当に来た方がいいですよ。そのどうやってその成功したのか、その秘密知れますし、あと自分のロードマップね、成功へまでの道筋っていうのができますので、まあぜひ今回のワークショップですね、いつもとは違ったセミナー、ただ聞くだけでなく実際に体験して自分でやるっていうカリキュラムも入れますんで、ぜひ参加してください。詳細はですね、この YouTube の下にいつも通り貼ってますのでご確認ください。それでは、これで動画の方終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。